それでは新春欲張りインタビューです。今日は世界的に活躍する国際派女優の菊池凛子さん、彼女が出演している日本映画ノルウェーの森が1月6日にニューヨークを皮切りにアメリカで上映されます。菊池凛子さんにたっぷりとお話伺いました。ご覧ください。日本を飛び出し世界を沸かせる著名人に FCI モーニングアイが迫る新春欲張りインタビュー。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。新春欲張りインタビューのラストを飾るのは2006年ブラッド・ピット主演の映画バベルに出演し、50年ぶりに日本人女優としてアカデミー賞にノミネートされて以来世界中から注目を浴びている菊池凛子さん。そんな菊池凛子さんにまず2011年を振り返っていただきました。早速なんですけれども振り返ってみて2011年、菊池さんにとってどんな年でしたか？私にとって、2011年はこうきちんと何でしょう、自分の本拠地を持ったのが2011年で、ニューヨークにきちんと、何でしょう、住むと決めてたのが2011年だったんで、もう全部が変わった年だった。引っ越しもそうですし、こう新しいこう仕事のパートナーが増えたりとか、新しい友達が増えたりとか、本当に自分にとっては全部が新しい年でした。2010年日本で映画化された村上春樹の代表作で、今年1月6日にニューヨークを皮切りにアメリカで上映されるノルウェーの森。アメリカでも広く知られているこの作品、菊池凛子さんは主人公と心を通わせるヒロインの直子を演じました。いよいよ1月6日、ノルウェーの森がアメリカで上映されることになるんですけれども、1月6日って菊池さんのお誕生日ですよね。はい、これすごい偶然じゃないですか？そうなんです。どうですか、自分の誕生日にそのノルウェーの森という作品がアメリカで上映されるって。いや、本当に光栄です。で、私にとって自分のそのキャリアの中でノルウェーの森っていうのはすごく大きいことだったんで、こうやってアメリカで、そして自分が今挑戦している場所で公開されるっていうのが非常に光栄です。このノルウェーの森を見てどう見てほしいですか？どんなメッセージを受け取ってほしいですか？なんかすごく今までご覧になっている映画とはまた違う何かを味わっていただけると思うんですね。で、非常に美しいですし、ものすごく、詩的ですし、これはそういう意味では本当に皆さんが見て判断し、そしてそれで考えていただけるような作品になっていると思います。実はこの映画の直子役、監督が菊池さんのイメージではないと一度は断ったということなんですが、菊池さんはやってみないとわからないとオーディションをさせてくれるようお願いしたんだそうです。オーディションに自分から探して自分で行って、自分でこう体当たりしていくっていう、すごく積極的なイメージがありますけども、自分に必要なものは必ず目の前にやってくるっていう考えなんですね。例えばそのノルウェーの森が映画化されるっていうたった1枚の紙が会社にあったんですけど、それを見た時にそれを通り過ぎることもできるんですけど、それをしないっていう、それは自分にとって必要だっていう判断をその時するんですけど、じゃあその今回の監督がいや凛子じゃないからって言ったとしても、それは彼の判断であって、私はまだやれることが他にありますっていう提示をするっていうんですか、そういう意味でやっぱりまあ結局は諦めないってことなんですけど、好きなんですよね多分。奥歯を噛みしめて努力しろって言ってるんじゃなくて、その楽しんで努力できると必ずやるべきものが来るって思うんですよね。で、そうでしたし、これからもそうであってほしいと思います。自分にはこれが必要なんだって、そのためには努力を惜しまない、そして積極的に走って取りに行くっていうその姿勢って、どちらかというと文化的には日本よりはニューヨークって感じがする、そういう意味ではニューヨークって肌に合います？そうですね、ある種すごくマッチしているところもありますし、でもやっぱり自分が日本人だなってものすごく感じられる場所でもあるので、
今は日本にいるよりも日本を近くに感じるんですね。日本に行って気づかなかったことがたくさんあるし、もうそれなんていいやって通過しちゃうことたくさんあったんですけど、今は自分が日本人で日本の役を取るとか、例えばそういう必要以上に日本の文化を知ろうとするし、すごく耳に入るし、今はすごく日本を近くに感じますね。ニューヨークを拠点に日米のドラマや映画、そしてモデルと幅広く活動し、常に大忙しの菊池さんですが、実は彼女には意外な素顔がありました。なんかこう健康法とかあるんですか、うん、やっぱりね、一旦撮影入ったりするとかなりハードじゃないですか、うん、その体力作りとか普段気をつけてること、うん、健康法、あと食事とか気をつけてることってありますか？私すぐむくみやすいんで、塩分あんまり取らないとか。何言ってんの私。いやでも大切ですよね。そう、塩分取らないとか、うん、あとは、なんか一日一個嫌だなって思うことやろうとしてる。何ですかそれ。なんか一日一個嫌だなって思うことやると、なんかね、よしやったって思う。なんか自分にそれを課すと、なんかこう、あ、新しいことやれたなと思うんですよね。だって怖い、なんか新しいことやるのって怖いし嫌だなって思うじゃないですか。それやると新しいところに行けるんですよ。おお、こんなことやってみたことなかったみたいな。一個ぐらいちょっと、例えば、何しました？嫌なことって何ですか？例えば、うちのマンションにジムがあるんですけど、そのジムに行くのは嫌だなと思うわけですよ。なんかだって、そのネイバーの人と友達になったりとかして、いつも会う。そうですね、会っちゃったよね。とかすると、汗田君とか見られちゃった。ほら、日本人なんですけど、どうしようかなと。でも行ってみると、え、こんな新しいのあったんだとか、意外となんか話、いろいろ話して、あ、そうか、アメリカの人はクリスマスこういう感じなんだとか、その、え、こういう人もいたんだっていうことがあったりとか、そのそこに行ってみないとわからないことっていうのがあるわけですよ。なんかこう逆風にこう立ち向かっていくの好きですか？そう、だからそういうふうに言うと、なんか私奥歯を噛み締めて努力してる感じがするんですけど、うん、あのね、楽しんでるんですよ、やっぱり。なるほどね。うん。これやってみたらちょっと面白いかな、みたいな。そういうことです。だから、まあ、無謀っちゃ無謀なんですけど。そんな楽しく努力をする菊池凛子さんに、今年はどんな年にしたいかを書いていただきました。ひらめきましたね。いいですか？見せてください。じゃん、白。白。今自分が辿ってきた道っていうのがあって、それはそれで置いておいてですね、新しいとこに行くっていう意味で、その白紙の白です。また面白い場所に行くには真っさらなところがいい。最後に FCI モーニングアイをご覧の皆様へメッセージをいただきました。今起きるっていうのが非常に大変で、今起きてることだったりとか、今やってることっていうのを一生懸命やると、必ず必ず目の前に自分が本当に求めたものが来ると思うんですね。で、私もそれをそう願ってますし、なんで今を生きるっていうことを、皆さん一緒にしましょう。ありがとうございます。国際派女優と呼ばれている菊池さん。実際お話をしてみると、とても明るくてエネルギッシュな方。そして人生のすべてを女優としての自分にかけているという印象を受けました。そしてこちらにあるのが菊池凛子さんに書いていただいたサイン入りの色紙です。 FCI モーニングアイをご覧の皆様から抽選で1名様にこの菊
口凛子さんのサイン入り色紙をプレゼントいたします。応募の締め切りは来週13日金曜日東部時間の正午までとなっております。詳しくは FCI モーニングアイのホームページでご確認ください。また菊池凛子さんが出演するノルウェーの森のアメリカでの上映スケジュールにつきましてはこちらのウェブサイトで確認することができます。以上、欲張りインタビューでした。